だけどここにお面をふわってちゃんとあれしてみてごらん、はい、そしたら今ねケンゴリアンが、はい、いただきますってわけわかんないことやるで俺がだってここに立ってればちょっとどれに映るのよ。いや結構価格あいいねあいいね映ってるねいい男に映ってるわ俺が僕も、まあ、とりあえず見てよお前はえじゃ あいやはい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 じゃあ早速小吉さんのメインですよね、はい、これが、はい、焼き鳥メインでございます。はいじゃあできましたんで僕が食べますそれ僕が食べさせていただきます。じゃあ完璧だろあどうぞいただきますすいませんずっとちょっと撮影してたんですけどやばいめっちゃ量がでかい大きいねちょっとピントが合わないピントが合わないお前そばに行き過ぎだろそれはじゃあ大将の顔にピントが合ってるいただきますどうだうわだってめ見たよさっき見たうわうまあどきお前ありがとうございます完璧だろ完璧だあんまりうまそうに食うなよお前俺も食いたいんだからお前肉汁が、うん、もうすごいこれだろ、うん、ありがとうございますだって焼き方見てたらねすごいもんおめちゃくちゃ美味しいですもうびっくりするからもうビビりながら焼いてるこれ、ねうん、あとやっぱり大きいからすごい食べ応えがある、うん、お前口でっかいからなこれは美味しいお前そうここにあの喉刺さないように刺さないですね子供じゃないんだ。そうか。大丈夫か。いやいや危ない。そうかそうか。危ない。そうか。常に後ろには危険があるから。うん？うまいだろ、うん。よかったね。玉ねぎのシャキシャキ感も最高だぞ。玉ねぎのこと褒めるな。これだってこれ全部を合わせてやっぱやってる。それはそうだよ。美味しいものじゃないですか。そうだよ。いやこれは美味しい。最初僕一口入れた瞬間ちょっと甘さがね来た、うんうん、でもやっぱり食べてったらこれやっぱりね塩コショウの塩味が来てもう肉のジューシーさがだいぶ慣れたねお前もだいぶ慣れましたあ慣れましたじゃあもう最後までいただきますえおよかったなこれは美味しいだってこの香りが全然違うからね、うん、またこの器がまた、うん、これ自分で考えたのかこの器器もはいこだわっていいねえほらここにちょっとこうやって置いといてほら次行けこの器もこの器もさちょうどこうなんつったらこう飛び出るぐらいにわざとこう小さいのが気に入ったねあれいやいやだからいいのよこれな、はい、完璧だわすべてにおいてなちょっと待てよはい大丈夫うるせえよいや俺はあんまり食べれないからさいただきます。あ、どうですか。うまい。ありがとうございます。ビール。ビール。ビール。すぐ申します。いや、それからもビールだめや。これは確かにお酒飲みたくなる。めっちゃ美味しい。ビール飲まないと喉に入ってかないもんね。うまい。そうだ。すみません。炭の香りもいいなこれ。完璧だな。完璧です。生きてるね。生きてます。生きててよかったって思いました僕人生で3回目ぐらいにいやほんとこマスターごめんねねある日突然の訪問で確かに他のお店で食べることないですかねもう初めてだからさ、うん、まあこれからもどっか連れてってくれるらしいけど、はい、完璧だな一発目でうち来ていただいたってことそうなの一発目です、うん、出張いただいた一発目あとこんな街なんて来たことないからないやもう嬉しいです昔伊藤さんすすきのでブイブイ言わせてたんじゃないですかそれもあんまり覚えてないんだもんじゃあ言わせてたなこれ最近俺が誰なのかも分からなくなってきたそろそろアルツハイマーのレントゲンを取ってこようかなみんなで頑張んないとねいやうまいないやいや焼き鳥がうまいだからこううまいんだよいいねやっぱりさこうマスクの時代少しもう終わってきたから焼き鳥バッと食べてビールガバッと飲んでさで電信柱にしがみつく時代
戻りたい。もうそういう人いないからな。なんだよ。美味しそうだな。何よ、はい、俺にね、惚れたような目で見ないでくれ。お前のこと嫌いなんだ。バカ。美味しそうだなので。お前モテるようだけどモテないから。いやいや、僕モテますよ。そっか。マスターの方がいいよ。いいよ、本当ですよ。うん、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。遠慮しないでください。これほらほら、お客さん、いいから、ほら、もう一つ持って。な、食べれ。僕ない方なの、これ、ほんとに。これ、大丈夫。いただきます。いや、最高だ。ごめんね、こんなの連れて歩きたくないんだけど。俺が連れて歩いて、俺がついてるから。なあ、健吾ちゃん、え、いい店に来たの。うん、満足感が全然違いますね。そうだ、普通の他の焼き鳥屋さんのと。そりゃそうだよ。だって焼き鳥なんかないでしょ、ここしか。あるの？ないでしょ、焼き鳥。ないっす。聞いたことないから。聞いたことないです。僕ここでしか焼き鳥食べたことないです。他の焼き鳥が麻雀で負けたら焼き鳥だから。え、どういうこと？え、ほら、出た出た、ほら。あ、でも、どんだけ来るの？これうまいから。うん、ほんと、マジこれおかしい。お前、話せよ、お前。でも、さっきの、あれなんだから。うん、食べな。うまい。お前、食べさせ応えあるからな。また次、豚串です。いただきますか。うん、食べれ食べれ。俺も腹いっぱいになっちゃったよ。いや、これ見てほしい、この分厚さがすごい。この分厚さ、いただきます。チャーシューみたいな。完璧だ。確認みたいな。いただきます。うん、おいしい。あ、おめえ、何よ、今朝お前、今朝から何も食ってなかったのか。噛んだ時に、そうだろ、まず豚の香りが、うん、分かる、うん、分かる、分かるよ。その後に肉汁が、うん、鶏よりかは少ないです。じわっとは来ないですけど、うん、あんまり言うな、ボロ出るな。うまい。うまい。あんまり言ったら、あんまり言ったら、またあーでもねこうでもねって、お前味分かってねえだろ、この、言われるんだぞ。ケンゴリアンはなって言われるんだよ。あ、でも美味しいです。それでいいのよ。で、野垣言ったってその通りだよ。美味しい。うん、あ、そうか。うん、これなんだって豚。あ、これだから豚です。いや、またこれも大きいから。完璧でべ、完璧。ジューシーさがすごい。いや、いい店だな、おい。今日お前朝までここでもって飲んで泊まってこうぜ。うん、お前酔っ払ってカウンターで寝たことない？うんうんうん、いつも昔ね、これ飲んでね、マスターがね、すいません、もう終わったんですけど、関係ないね、先持ってこいだから。だいぶすすきので遊んでますね、じゃあ。いや、そんなことないよ。僕の場合は新宿だから。まあ、すすきにも新宿あるからな。もっととか。何？うっせぇ。厨房入ってすっぽん心配だから。